さあ今日の特集はですね、激アツな祭り男の話題です。こちら東海地方の J リーグのチームなんですけども、名古屋グランパスに FC 岐阜でも、三重にはチームがないんですよね。はい、そこで地元のサッカーチームを J リーグにと熱血応援を続ける一人の男性を追いました。三重県桑名市の病院に救急車が到着。怪我をした男性が運び込まれました。精密検査を担当するのは臨床検査技師の蛭川隆二さん38歳。こうした冷静な処置が求められる医療現場に身を置きますが、週末は全く違う顔に。地域のサッカーチームの応援です。そのチームは地元のウィアティン三重、現在はアマチュアリーグ所属で J リーグへの昇格を大いなる目標としています。三重の熱さを今日初めて来ていただいてる皆さんにも見せるんだ。行くぞ。蛭川さんはビアティン三重のコールリーダー、すなわち応援団長です。この日のキックオフは午後1時、気温30度超えの炎天下で全力応援です。きついでしょ、きついでしょ。選手はもっときつい。俺もきついけど頑張るんで、皆さんも一緒に頑張りましょう。前半40分、試合途中にかかわらず、蛭川さんがダウン。変えることができるんで、やるからには全力、もう100か0かどっちかしかできないんで、そう。後先考えず、常に全力、その思いとは。三重県で生まれてよかったって、なんか思えるような、そういう場所にしたいです。地元愛の塊、ビアティン三重に出会う前からずっとお祭り男だったと自らを振り返ります。700年の歴史がある桑名市多度大社の上馬神事。この町で生まれ育った蛭川さんは17歳で手綱を握り、祭りの中心に。多度祭り の祭り魂、これがずっと多分心の中にあって、みんなが三重県全体が集まってくるような、そういうクラブを作りたいんですよ。仮にビアティン三重が J リーグ昇格となれば、毎週祭りがやってくるようなもの、町に活性化という大きなうねりが起きるはず、そう期待しています。その目標とする舞台 J リーグは1993年名古屋グランパスなど10チームでスタート。今では J1 から J3 まで3部リーグで構成され、チーム数は57です。現在全国で J リーグチームがないのは三重県や滋賀県など残すところ9県だけ。まあ、J リーグが三重にあったらいいなっていうのを頭に描きながら、まあ、名古屋グランパスを応援してたんで、6年前に発足したビアティン三重、昇格には物理的な問題もあります。現在のホームスタジアムの観客席は2000席、 J3 で必要となる最低5000席には3000席も足りません。優勝しても、J3 には上がれないわけですよね。まあ、全国にそうやって成績は満たしていてもスタジアムがないので上に上がれないというところはたくさんありましたんでね。さらにスタジアムには照明設備や電光掲示板もなく、選手が控えるベンチは仮設テントの下にパイプ椅子。 J リーグの基準を満たすスタジアムは実は三重県には一つもないのです。
建設には億単位の資金が必要で、すぐに実現できるものではありませんが。おはようございます。どうぞ。今年4月、三重県サッカー協会やビアティン三重の選手らがスタジアム建設に向け協力を仰ごうと鈴木英敬知事を訪ねました。写真がなかなかやっぱり説得力ありますね。そうですね、やっぱり分かりやすいですこれね、これなるほど、こういうリゾート型もええなとか、こういうね都市型のやつもなかなかええなみたいなね。こんなスタジアムができればと夢を詰め込んだ完成予想図も持参。鈴木知事は建設には県民の理解が必要とした上で、私自身もこういう J リーグが三重県でできたらなと思っていた一人でありますので、ぜひこれから官民連携で、オール三重でやっていきたいと思います。スタンドを埋め尽くす観客が描かれていましたが、現実はビアティン三重の試合に来る観客は現在1試合平均900人ほど。空席が目立ちます。一度来ていただければ自分も巻き込める自信はあるんですけど、やっぱり来てもらえる機会、そういうのをやっぱりこれからも作っていかなければダメだなと。たとえスタジアムが整ったとしても1試合平均の観客が2000人以上でなければJリーグへの昇格は認められないのです。一方、4万5000人が収容できる観客席に立派なライター照明、名古屋グランパスの本拠地トヨタスタジアムです。建設費はなんと451億円。グランパスの大応援団を束ねるのは名古屋市在住のコールリーダー山本慎吾さんです。いや、この声を聞いたら多分なんとなくこう奮い立つんじゃないかなとか、こうやって今でも変わらずみんな来てくれてるんで、みんなの中で楽しいとか好きって思う気持ちがあって今があるっていうのは、すごいありがたいなと思います。現在グランパスは J1 の最下位に沈んでいるものの、赤く染まったスタンドにきっちり揃った手拍子、発足から四半世紀の間に熟成された応援は圧巻です。すごい幸せです。楽しいし、まあ元々サッカーは好きなんですけど、地元にチームがあって、そういう好きな人がだんだん増えていってる実感は自分も応援しながらあったんで、それはありがたいなと思ってます、はい。これが J リーグの実力。ビアティン三重はこれからです。ありがとう。よし、頑張ろう。一番の課題はとにかくサポーターを増やすこと。頑張るぞ。な。みんなあのお兄さんのこと知ってるの？うん、コールリーダー。コールリーダー。うん、コールリーダーって何？声出す人一番。一番声出す人。声で一番目立つ人って。最初なんか無料で子供の日に来たらそのコールリーダーとかすごい優しくって。あ、どうも。どうも。練習まで分かれますか？大丈夫。試合前、イルカーさんは握手。握手、そして握手。逃げないで、逃げないでお願い。これこそがやっぱり、あ、今度ビアティ三重に来ようかなっていうきっかけにもなるので、一人たりとも僕は逃さないです。初対面でもお構いなし、まるで選挙活動のような。サポーターの裾野は徐々に広がっています。なんとこんな公式グッズも今月発売となりました。やべ、マスカの本人が着るコールリーダーの発生機持ってる。発生機持ってる。2500円。もう2500円の価値あるかわからない、どうかわからないけど、ぜひ。あれよ、あれ
蛭川さんはチームからもサポーターからもまさに顔と認められる存在に。初めて来た人とかもコールリーダーさんに声かけてもらいましたっていう声を僕が直接聞くこともありますので、はい、そういう意味で本当に助かってます。僕たちも熱い気持ち持ってもちろん戦ってますけど、僕たち以上に本当に試合前からすごい盛り上げて雰囲気良くして戦いやすい空気作ってくれるんで本当にありがたい存在ですね。現在ビアティン三重が所属するリーグ JFL での順位は9位。今後数年間でスタジアムが改善され観客数も増え4位以内に入れば晴れて J3 に昇格です。三重本当に三重県に生まれてよかったみたいな、みんなが思えるような、みんなが集まれるようなそういうビアティン三重にしたいので、この結束を徐々に大きくしていければすごいことになりますよ。僕は自信はあります。上げ馬神事の馬の背中で感じたあの日の高揚感、それを超えるものを地元に、ビアティン三重を声が晴れるまで。コールリーダー熱いですね。いかにチームを愛しているかが伝わってきましたよね。いやーチームにはねああいう人大事なんですよね。だけどコールリーダーの T シャツ売れるといいですね。